お腹が気になる人におすすめなレッグレイズを、あるものを使ってお腹に2倍効かせる方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今よりもよりお腹に効かすことができて、よりお腹をへこますことができるようになっていきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、レッグレイズをお腹に2倍効かす方法として紹介していくんですけども、レッグレイズのメリットはですね、足を動かしますので下腹に効く、足を上げることによって大腰筋がストレッチされて腰痛の改善や反り腰の改善ができていきます。ですので反り腰が改善されるだけでも下腹っていうのを引っ込んで姿勢が良くなりますから、レッグレイズというのはとても効率的なお腹をへこますエクササイズになります。そこで今回はレッグレイズもですね、やり方によっては全然お腹に効かないパターンがあります。例えば腰が反れていたり、足に力が入りすぎたり、そういった原因でお腹に効かなくなります。そこで今回は物を使って下腹にしっかり効かすことができますから、それを紹介しようと思います。そして一緒に5回やってもらおうと思います。そのあるものというのは、一つ、レジスタンスバンド、こういったゴムのバンドです。もう一つ、バランスボールです。どっちともないよっていう方はタオルまたは枕、クッションなどで代用することができます。やり方を紹介します。通常レッグレイズは腰をしっかりつけて足を動かして下腹の腹筋に効かすんですけども、この際に腰が反れるとお腹が伸びてしまっているので腹筋に効かないです。もう一つは、上げる際に足の力、大腿直筋を使って足を速く上げてしまうとお腹の負荷が足に逃げますので下腹にあんまり効きません。そこで足をゆっくり上げるとお腹に効くんですけども、その意識っていうのは結構難しいので、今回はレジスタンスバンドを使います。このレジスタンスバンドを使うと足を横に広げとかないといけないです。逆にボールを使うと挟んどかないといけないので、レッグレイズで言うと足を上に持ち上げますよね。その力をバンドなら外、ボールなら内っていう風に太ももの力を意識しなければいけないので、足を上げる意識が、力が入りなくなります。力が入りにくい、上に上げる力が横とか内に逃げてますから、そうすることで足を上げる力がゆっくりになってしまってお腹に効きやすいです。もしクッションや枕を使う場合はそれをしっかり挟んで足を上げます。そうすることで足を上げる力が入らなくなるので、自然と上げるスピードがゆっくりになってお腹に効くという感じです。ではこれを一緒に5回やっていきましょう。足上げる際は息を吐きます。息が続く方はここで吸って、動いている間は吐き続ける、一往復一呼吸です。止まったら吸います。動き出したら吐く、ふう、吸うっていう感じです。それではバンドもしくはボール、クッション、枕などを使って一緒に5回やっていきます。足を上げるスピードはゆっくりです。もし足を下ろした際に腰が浮くよって方は上体を起こしておいてください。上体を起こすと腰がつくので、その状態で動いてください。それでは一緒に5回いきましょう。いきます。1 2 3 4ラスト
こっ、うわー、お疲れ様でした。今回5回とね、少しの回数なんですけども、できれば10回15回ぐらいはやった方がいいです。お腹が熱くなる、お腹がキューってなってくるっていう感じまでやった方がいいので、もし物足りなかった方は回数増やしてください。ですが今の意識をすることでよりお腹に効かすことができてます。2倍ということですけども、まあ、10回できる方が5回ぐらいで疲れる、30回ぐらいできる方が15回ぐらいで疲れる、そういった感じに疲れやすくなりますので、必ずね、腹筋に効く効果っていうのは上がってます。足を上げる力が横や内に逃げてますから、早く足を上げることが難しいので、自然と腹筋に効かせようことができてますので、ぜひそういった感じでレッグレイズをしてもらえたらと思います。ということで、一緒に頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンやコメント、シェアの方もよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効果的に効くエクササイズを紹介していきますので、登録されてない方はですね、登録の方もぜひしておいてください。動画を載せるのは大体夜なんですけども、もし遅れる場合や早まる場合がありますので、できれば鈴の方もチャンネル登録の横の鈴押してもらえたらと思います。そして説明欄に各種 SNS のリンク貼ってますので、 Twitter やインスタの方もフォローしておいてください。よろしくお願いします。そちらの方ではやはり動画ではないので、短い時間で簡潔に紹介してますので、よかったらそっちの方も見てください。ご視聴ありがとうございました。Thank you.